はいどうも、マナブ18号です。本日、5月28日は阪神タイガース能見篤史選手、ボーア選手の、誕生日でございます。おめでとうございます。能見さんが、41歳、ボーア選手が、32歳ということで、今日は2人のヒッティングマーチを、トランペットで吹いてお祝いしたいと思います。ということで、誕生日おめでとうございますね。能見投手41歳、もう去年は40歳での、51試合登板、まあ、今シーズンは試合数少ないので、まあ、50試合はねちょっと難しいかもわかんないですけども、まあ、今は中継ぎで安定してますんで、よろしくお願いしますよ。そしてボーア選手が32歳、32歳ですよね。まあ若いんかちょっとおっちゃんなんかよくわかんないですけども、まあ、おそらく、まあ、開幕は4番ファーストですので、頑張ってください。頼んますよ。開幕オーダーはね、まあ、今のところね、1番、ライト、糸井選手、2番、センター、近本選手、3番、レフト、福留選手、4番、ファースト、ボーア選手、5番、サード、マルテ選手、6番、ショート、木浪選手、7番、セカンド、糸原選手、8番、キャッチャー、梅野選手、9番、ピッチャー、西投手、かなと思うかな。サードについてはね、まあ、大山選手、マルテ選手、いや、もうわかんない。まあ、オープン戦大山選手、まあ、打率良かったですけども、まあ、一旦ね、まあ、リセットされたので、どうなるか。そして、レフト。レフトはね、僕はね、福留選手入れてほしい。まあ、開幕戦ってことでね、やっぱりみんな緊張すると思いますので、まあ、そういう時こそ、まあ、ベテランの福留選手が、いいんじゃないかと思います。まあ、ショートもね、もう、木浪選手、北条選手、まあ、上田海選手もね、いますので、もうわかんない。もう結局わかんないというね、結局スタメンわかんないという話になりましたけども。ということで今日はね、5月28日、能見投手と、ボーア選手の、誕生日を、ちょっとね、河川敷でお祝いしました。はい、ということで、学ぶ18号でした。ありがとうございます。はい。